どうも、笠原翔輝です。今日はですね、今見てくれてる高校生、大学生、社会人の皆様必見です。ドラフトにかかるための条件をですね、今から僕が話していきたいと思うんですけれども、まずはピッチャーですね。投手、投手でやっぱりドラフトかかりやすいのがですね、高校生はやっぱ身長が大事なんですよ。大学社会人ってなると即戦力なので、例えば165センチのピッチャーだとしても即戦力なのでドラフトにはかけれるんですよ。高校生だとやっぱちっちゃい、将来性どうなのかなっていう部分においてドラフトでかかりにくいんですよ。やっぱドラフトの歴史をね、僕結構見たんですけど、高校生やっぱね、まあ、170センチの子とかかかる人多いんですけど、やっぱ左投手が多いですね。そういう身長ちっちゃいピッチャーは。右投手に限っては180はね、最低は欲しいですね。ドラフトにかかるためにはですね、しっかりとご飯を食べてね、しっかり睡眠をとってね、しっかり身長伸ばしてほしいと思うんですけど、まあまあでも身長はね、どうしようもない、やっぱ遺伝もあるので、まあ、僕なんか191センチあって身長でドラフトをかかったようなもんなんで、高校もマックス143キロだったんですけど、まあ、夏の大会とか135キロぐらいしか僕出なかったんですよね。その中でもやっぱ身長で伸びしろがあってっていう、190あるっていうだけでドラフトかかっちゃうような、目に見えないところなんですけど、実力とはまた別のね、やっぱ身長大事なのかなっていう、身長以外で、球速ですね。球の速さ、コントロールはね、正直あんまり10のうち1割ぐらいしかね、ドラフトの基準には多分なってないと思うんですよね。高校野球はストライクゾーン広いですし、やっぱ球速を意識してやればプロ野球選手になれると思います。で、まあ、プラスアルファ変化球がめちゃめちゃすごいっていうピッチャーで高校生からドラフトかかったのはほぼほぼいないんですよ。やっぱり変化球がいいイコールストレートが速いからなんですよね。田中マー君だったり、ね、今年ドラフトかかるであろう佐々木朗希君だったり、みんな球速いんですよ。大谷翔平君だったりね、みんなね、球が速くて、ちょっとスライダー曲げただけで高校生は大げさに空振りするので、スライダーもすごいってなっちゃうんですよ。本当の、根元はストレートですから、ストレートをどれだけ高校生は早く投げるか、ね、右ピッチャーに限って、右ピッチャーで球が遅くてドラフトかかった人はいないです。右ピッチャー本格派、130後半投げて、まあ、身長もそんなに高くないピッチャーでやっぱドラフトかかりません。だったら170センチで155キロ投げるような、まあ、例えば身長わかんないですけど、仙台育英高校がヤクルトドラフト1に入った佐藤義則投手とか、甲子園で155キロ投げたりとかね、身長は高くないんですけどスピードはめちゃめちゃ速いっていうね、やっぱ高校生に求められるのは球速かなと。高校からドラフトかかりたいんだったらビッグ4と言われるね、今の、岡山の創志学園西投手もね、やっぱ150キロ超えるまっすぐですよね。佐々木朗希君しっかり、星稜の奥川君もね、みんな150キロ超えて、やっぱスピードですよ、スピード、変化球は二の次、変化球はプロ野球に入ってから覚えればいいと思います、はい。次は、ピッチャーの大学社会人とってのドラフト、やっぱ結果ですね。やっぱ大学社会人なんて結果です。身長関係ありません。球の、速さそんなに、まあ、関係あるかな。球の速さはやっぱ関係あるっす、やっぱり多少なりとも。まあでもそんなに即戦力なので、関係ありません。やっぱね、制球力、球のキレ、まあコントロール、変化球の曲がり幅とかね、まあやっぱ大学社会人でドラフトかかるってなると即戦力、もう総合的なものを求められるので、やっぱもう本当に数少ない人しかドラフトかかりません。なので、まあ、高校生はとりあえず球速、もう球を速く、球速を上げること。大学社会人の方たちは結果プラス安定性、総合力で勝てないといけません。まあ、身長あった方がね、やっぱドラフト1とかなりやすいんですけどね。185センチ、165センチ、同じ右ピッチャーの同じ実力だとしても、185センチの方がドラフト1位にかかって、165センチの人はドラフト、まあ、4位とかやっぱなっちゃうんですよ。やっぱ身長っすよね。まあ野手については正直一緒かな、高校大学社会人も。
優先される順位はやっぱりバッティング、その次に肩の強さ、その次に足の速さ、そして守備力になると思うんですけど、守備がめちゃめちゃ上手くてドラフト1位って皆さん聞いたことなくないですか？ないんですよ。守備が上手くてドラフト1位の人は必ず足が速いか、それかめちゃめちゃバッティングがいいか、どっちかなんですよ。最近で言うと広島のドラフト1位小園海斗くん、小園海斗選手はめちゃめちゃ守備上手いですよね。その前にバッティングがいいんですよ。すごい打率残してます、高校生の時。プラス足も速いというね、3拍子揃った完璧な選手ですね。大阪桐蔭から中日に行ったネオくん、まあネオくんはもうバッティング、そして肩、守備はねそんな上手い印象はないんですよ。まあネオくんはもう普通のドラフト1、身長ちっちゃくてもあんだけね結果も残して、バッティング肩が強かったらそれはドラフト1になります。そして藤原京太選手ね、大阪桐蔭から千葉ロッテドラフト1になった藤原京太選手はもちろん一番いいのはバッティング、その次に、守備ではなくて足なんですよね。足が速い、とにかく。でその次に守備ではなく肩が強い。やっぱね共通して見られるのはバッティング、その次に肩の強さ、そして、足の速さで守備力なんですよ。だからね守備はもう練習しなくていい、正直。ドラフトかかりたかったら、まあ練習しなくていいっていうことはないけど、まああとはホームランバッターですかね。今回履正社の井上くんがドラフトかかりそうなんですけど、まあ上位はないと思うんですけど、やっぱバッティングがね評価されてますよね。外野手で守備が上手いわけでもないですし、足がそんなにめちゃめちゃ速いっていうわけでもないですけど、やっぱバッティングがいいからドラフトにかかるっていうことなので、その辺を分かっていただければドラフトへ近いのではないでしょうか。それでもし、自分たちのグランドにスカウトさんが来たらどうすればいいのか、ちょっと豆知識も皆さんに教えておこうと思うんですけど、自分の場合一つ上の先輩に広島で今活躍してる阿部さんがいたんですよね。でプラスピッチャーにも2人プロ注目選手がいたんですけど、やっぱその阿部さんとか見に来るわけですよ。で、まあ、阿部さん見終わってブルペンでピッチャーがピッチング練習するとスカウトも見に来るんですよね、いいピッチャーないか。そういう時はやっぱねコントロール関係なく俺はオラーっつってね速いボール投げてました。もう綺麗にコントロールで収めてやろうっていう投球ではなくて、思いっきりオラークソーっつって速いボール投げてアピールする、将来性を、どれだけ実力を見せるんじゃないですか、どれだけ将来性をねアピールできるかなんですよ。バッターも一緒です。あのヒット性の当たりをきっちり打ってやろうではなくて、柳田選手みたいにどれだけフルスイングしてどれだけ将来性を買われるかで、高校生はドラフトにかかる確率が上がるかな。このこいつスイングスピード速くて将来化けそうだなとか、そういった思われると注目されやすいですね。いくら練習でヒット性の当たりを連発しててもちょっとまとまりすぎてるなとか、このバッター怖くないなって今思われがちなので、やっぱ思いっきりスイングすることが大事だと思います。ということでですね、今日は、ドラフトにどうやったらかかるかというお話をしたんですけれども、少しでも、自分の今言った内容を参考してくれたらいいなと思いますので、皆さん、ドラフトかかるように頑張ってください。今日の米返し、野球選手の LINE グループ事情を教えてほしいです。あんまりなかったっすね、 LINE グループっていうのは。なんか投手会野手会みたいな感じで分かれてグループ LINE はあったんですけど、投手なら投手だけのグループ LINE、野手なら野手だけのグループ LINE っていうのがあったんですけど、基本的にそんなにそのグループ LINE はみんな活用してなくて、キャンプの時飯行く、集合時間何時だっていう時ぐらいしか使わなくて、普段は使わなかったのであんまりグループ LINE っていうのはなかったですね。はい、毎度毎度面白すぎる、ありがとうございます。ちなみに笠原さんって YouTuber やってる以外の時間って何してるんですか？毎日暇してます。もう暇で暇で仕方ありません。ちょろっと他にも仕事やってるんですけど、基本暇です。皆さん遊びましょう俺と。笠原さん、答えてほしいことがあります。プロ野球選手の用具契約はお金ももらえますか？これはアドバイザー契約をした選手は、要はカタログとか載ってる選手ですねっていうのは、年間に何百万っていう金額はもらえますけど、僕とか普通の選手はもらえません。お金もらえない代わりに道具がタダだよっていう感じなんですけど、でアドバイザーの人たちは、まあ、その選手のランクによっては、まあ、すごいお金もらえる人もいれば100万200万の人もいるので、そこはもうピンキリになっちゃいますね。はい。
よー。笠原翔輝は実は猫アレルギーでした。でも今猫3匹飼ってます。野球しようよ。笠原チャンネルでは企画に協力していただける方を募集しています。新企画杯しようよの撮影をさせていただける居酒屋さん、野球に携わる仕事をしている、過去に笠原と対戦したことがあるガチの野球ファンなど、新企画杯しようよで笠原と対談していただける方、笠原に野球指導をしてもらいたい少年団野球部の方、概要欄にあるメールフォームからご連絡ください。お待ちしています。皆さん本日も、動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が、面白かったり良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回も頑張って動画配信しますので、皆さんまたぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。野球しようよ。